聖コルシカのジューリアは、カトリック教会、聖教会の聖人、殉教者。5世紀の人物と推測されているが、起点した年が616年から620年の間とする説もある。聖、デボータ同様に、コルシカの守護聖人である。祝日は5月22日、拷問犠牲者の守護聖人。ジューリアは、カルタゴ貴族の少女で439年に、 バンダル族の王、ガイセリックがカルタゴを滅ぼした後に奴隷として売られた。彼女は忍耐強さと朗らかさで辛い召使いの義務を果たさねばならなかった。彼女の主人はシリアの商人エウセビウスでジューリアの美典に感銘を受けて彼女をガリアへの旅に同行させた。途上、一行は北コルシカにあるコルソ岬に休憩した。そこでは、 異教の祭りが開催されていた。ジューリアは上陸も祭りへの同行も断り、船の中に残った。島の知事フェリックスは、ジューリアがキリスト教徒だと適切に推測した。彼は彼女にローマの神の犠牲となるよう命じた。ジューリアは信仰を捨てれば自由にしてやるというフェリックスの申し出すらも拒んだ。エウセビウスは彼女を守ろうとしたが、 彼が酔いつぶれて眠ってしまった間に、ジューリアは髪の毛を全部引き抜かれるという拷問を受けて、貼り付けにされた。彼女は6世紀か7世紀に生存し、古代ローマ貴族というよりむしろ、ムーア人に殺されたとされる。一部の学者は、ジューリアがカルタゴ人であったことをむしろ信じている。しかし、彼女はデキウスミカドか、ディオクレティアヌステの迫害で、アフリカで死んだというのである。 ジューリアの殺し家との関連は、彼女の繊維物がバンダル族によってアフリカが侵略された時期に島へもたらされたという事実から来たものであろう。ゴルゴーナ島から来た聖職者が彼女の繊維物を救った。言い伝えによると、ジューリアの十字架は、天使の手で彼女の名前と物語を伝えて書かれたノートにくっつけてあったという。聖職者がそれをきれいにして心地よい方向で追った。 あと、彼は生遺物をゴルゴーナの墓地へ移したという。762年、ランボバレド人の王、デジデリウスは王妃アンサの頼みを聞いて、ブレシアのベネディクト会派修道院にジュリアの生遺物を移した。763年頃、ブレシアでローマ教皇パウルス一世はジュリアの名の教会を建立した。中世に、この場所は人気のある巡礼地であった。 ありがとうございます。